はい、こんにちは。シンガーソングライターの飯田将暉です。今日はね、この今流れている音楽、僕のオリジナル楽曲の流星群っていう曲なんですけど、この曲を BGM にしながら、ラーメンから学んだセンスのいい音楽の作り方という話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。音楽をこうやってるね、上でこれやっぱりセンスのいい音楽作りたいなって思いませんか？うん、僕は思ったんですけど、でもさ、そもそもこのなんかセンスのいい音楽ってなんだと思います？それってなんかね、ずっと僕も考えてたんですけど、そのセンスのいい音楽ってずっと考えたけど、答えはやっぱ出なかったんでね。これがセンスがいい音楽だっていうのは。でもある時思ったのは、それってこうなんだろう、結局個人の好みなんじゃないのかなっていうところに、こんなこと言ったらもう身も蓋もないけど、でもそういう風に思ったので、それを思ったらラーメン大好きなんですけど、そのラーメンを食べてる時に思ったんだよね。まあじゃあそれどういうことなのかっていうのはちょっと解説していきたいと思います。まずね、そのラーメン食べてる時にそう思ったって言ったけど、やっぱこうね、センスのいい音楽を作りたいなってずっと思ってた時に、なんだろう、まあ、歌詞を書いたりとか、まあ、曲を書いたりとかしてる時にね、まあ今でもその思ったりすることもあるんだけど、でもやっぱりその、なんだろうな、個人の好み、要は単純に好きか嫌いかっていうね、その人個人の、そういうことなんだっていうふうに気づいたら、そのなんでラーメンを食べてる時なのかっていう話は、例えばさ、じゃあすごい濃厚な味噌ラーメンとかさ、なんかすごいさっぱりした美味しい、ね、塩ラーメンとかいろんなラーメンがあるじゃない。その中で僕の好みは、まあ味噌ラーメンね、とか、あとなんだろう、野菜が山盛りになってる二郎系って言われてるようなラーメンとか、まあ塩ラーメンとかも好きだけどね、まあそのなんかやっぱちょっとごついような感じの結構好きで、なんだけど、これって例えばそのなんだ、塩ラーメンとか、なんかさっぱりした醤油が好きですって人がしたそういうのってさ、何これみたいになると思うんだよ。そういう、なんかね、これ食べるのみたいになると思う。で、これ音楽に例えると全く一緒だなと思ってて、なんか、例えばこう、ロックが好きですとか、バリバリのロックが好きですって人もいればね、弾き語りが好きなんですとか、で、自分にこの、なんていうかな、好みに合う音楽っていうのが、あると思うんだけど、そのやっぱ自分が好きなタイプじゃなかったらセンスがいいとはあんま思わないと思うんだよね。だからなんかそのセンスのいい音楽っていうのは聴く人の好みだと思うし、個人的な価値観だと思うし、なんていうのかな、その人の好みに合うか合わないかっていうことだと思うんだよね、結局は。で、じゃあその自分の作る音楽はセンスがね、良くないんじゃないかとか、まあ僕も悩んだことありますけど、そんなことはもう悩まなくていいんだっていうことにその時に気づいた。で、なんていうかな、そんなことを考えるよりもね、自分のこう音楽の属性っていうか、どういう系の音楽なのかなとか、あとはその自分の音楽のいいところを知ってね、そこをちゃんと伸ばしてあげるってことの方が全然大事だと思います。だから例えば僕の場合で言うとですけど、僕の場合だと歌ってる声とかもこのなんていうかな、ロック向きの声じゃないんだよ。なんか声質が柔らかいから、だからこうロックバンド向きの声じゃなくて、弾き語り向けとかの柔らかい系の声だなとか、例えば僕の場合だとね、あとは自分が作る曲とか歌詞とかこういう系が多いなとかっていうのはやっぱ自分分析することが大事だなと思って、で自分にとってのこのセンスのいい音楽っていうのを作るっていうのがやっぱ人にとってもね、受け入れられるって一番の近道なんじゃないかなと僕は思います。で、例えば、まあ、またラーメンの話になるけど、じゃあ僕札幌好きなんですけど、札幌で一番美味しい味噌ラーメンのお店ってお店にね行く人で、そこに来る人ってその札幌で一番美味しい味噌ラーメンが食べたいわけでしょ。で、そこで例えばこれがなんかうちの店が作った新作の、ね、新しい味の塩ラーメンですとか言って塩ラーメン出されても、なんかこれを食べに来たんじゃないんだよってなると思うんだね。からもちろんこの新しいことに挑戦するのは悪いことじゃないんだけど、やっぱしそこに来る人っていうのはそのお店の売りっていう看板のものをさ食べたくて来るし、それを出してくれれば満足なんでしょ。そうだから自分の属性を知るってのはそういうことだと思うんだね。ただ自分はラーメンで言ったら何ラーメンなのかみたいな話だよ、要はね。だから、
その自分の作る音楽とかはどういうものなのかっていうことをちゃんと自分で分析するってことが、センスのいい音楽を作るっていうね、一番の近道なんじゃないかなと僕は思います。うん、そうだ。まあ今回の話も簡単に例えると、まあ、センスがいい音楽っていうのはね、個人的な価値観だと。うん、で、あとはこう、まあ、ラーメンも音楽もね、お客さんのこう好みに合うか合わないかってことが一番重要だと思うということだね。で、あとは自分の音楽の属性でいいところっていうのはどこなのか、で、そこをねちゃんと伸ばすってことが大事なんだと思いますってことですね。うん、そうで、やっぱいいところを伸ばすのが大事って言ったのは、これも僕が自分が思った経験としてあったんだけど、なんか自分の音楽の欠点とか自分のね、歌の欠点とかいろいろ悩んでた時に、友達がね、なんか悪いとこ探すよりはいいところ伸ばそうよって言ってくれたことがあって、あ、本当にその通りだなと思って。だからやっぱしその音楽で自分のね、いいところっていうのをこう伸ばしていくっていうのが一番いいんだなってその時に思ったんだよね。うん、だからセンスがいい悪いって、まあ時代性とかももちろんあると思うんですけど、でもやっぱそういう個人の価値観っていうのは一番大きいのかなと思うので、そこを意識してこう自分がどういう属性かとかね、どういうとこがいいとこかっていうのを自分で考えて分析してみることが一番大事かなと思います。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？うん、結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画コンの中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、まあ、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるの、っていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は一円もかからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうのをこうピッと押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田まさきでした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。